お元気ですか？ヨゼフです。英検2級対策。単語、熟語の研究です。では、始まり。単語、熟語の研究第22回です。カッコ1の単語、アイデンティファイ。他動詞なんですが、1番の意味だと思っていたのですが、英検では2番の意味で出ておりました。アイデンティファイ A with B で、A を B と同一視する、または結びつける。You can't simply identify wealth with happiness で、単純に富を幸福と同一視する、または結びつけることはできない。はい、2番、live on。少額のお金で生活する。I can't live just on my salary。私は給料だけでは食べていけません。生活することができません。3番、go on ing。何々し続ける。2番も3番もなんか中学校の英語の教科書に出てきたような表現だなと思うんですが、3の方は英検では、go on playing the piano で、ピアノを演奏し続けるでした。さて4番は、まあ文法的な問題と絡んでくるんですが、either という代名詞で、2つの何々のうち、いずれかどちらでも、2という数字がもう隠れております。either will do だったらどちらでも良い。2つあってどちらでも良い。英検では、you can eat either of these two sandwiches。これらの2つのサンドイッチのうちどちらを食べても良い。2種類のサンドイッチがあるっていう意味なんでしょうね。どちらでも好きな方を食べていいよっていう感じで。5番 mean、これ意味するという意味なんですが、mean to 不定詞で、本気で何々するつもりである、で意図を表すわけですが、 intend to という表現もありまして、で mean to は intend to よりも意味が弱く砕けた語ということになっております。砕けた表現かな。 I meant to call him and tell him about the party but I guess I forgot。 彼に電話をしてパーティーについて話すつもりだったけど忘れちゃった、ごめんなさいっていうような、なんか言い訳の文句として辞書に載っておりました。さて6番、 luck。 これはもともとないって意味ですね。必要なもの、性質要素を書いている、持っていない。で、She lacks the money to buy new socks で、彼女には新しい靴下を買うお金がない、お金を持っていない。まあ、わかりやすい例文、辞書の例文ですが。7番のアクセスもですね、何々の利用の権利で、to で何々の意味なんですが、Students have access to these computers で、学生はこのコンピューターを利用できる、まあ、大学が持っている大型のコンピューターを、そこの学生は利用できるというような意味かなと思うんですけれども、英検ではですね、その6番と7番をつないで、lacks access to toilets and clean water という表現で、電気やきれいな水を利用できないでいる、利用する権利を持っていない、まあ、利用できないですね。8番、fertilizer、肥料のことですね。それだけで化学肥料の意味もあるようなのですが、ケミカルファーティライザーって言えばもちろん化学肥料。はい、9番、replacement ですね。これは元気回復するようなものという意味らしいんですが、軽い飲食物、ちょっと私は勘違いしておりまして、飲み物だけの意味かなと思っておりましたが、飲食物、英検の中身だったら食べ物の方の感じですね。10番、ファシリティ、設備施設、アメリカのファシリティで医療施設。11番、turn、これ turn into で何々に変わるとか何々になるですね。昔中学校の英語の教科書に出てました。The rain turned into snow last night。 昨晩雨は雪に変わりました。さて英検ではですね、 The cloud turned into rain or snow で、その雲が雨や雪に変わるというふうな感じで出ておりました。さて12番、 up to 何々、最高何々まで、いろんな表現があるようなのですが、英検ではそこに数字が入る表現でした。 count up to 10で10まで数える。 must up to 30 pages a week、 1週間につき最大30ページをマスターする。英検では this process または process continues for up to 90 minutes、 この過程が最長90分間続くという表現でした。13番、ちょっとわけわかりにくかったんですが、 wet で湿ったって意味なんですが、気候の話だったら雨の多いとか雨降りの。で、英検ではですね、Airports are wetter than 何々で、空港は何々よりも雨や雪が多いという意味で使われておりました。辞書を引っ掛けですね、辞書の説明では雨の話だけだったんですが、英検の中の意味は雪も含まれておりました。ちょっとよくわかりませんが、雨と雪の両方の意味で使えるウェット、それの比較級ウェッターというのが英検に出ておりました。しかも選択肢で正解の選択肢はこれなんですよ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。